しくお願いします。マッチュッチュ2回目やね。そうなんです。なんか緊張しない、久しぶり。あはあそう、部屋割りが決まりました。あらやっほー、名古屋市よりしやるや、こんばんざいだるとさん。そう、2画面あの各部屋で今2人ずつ、あと1名だけ1人で、うん、あの2画面でこうやって配信してます。お腹いっぱい。さっきご飯食べてきたよね。そうなんです。なんかなんとかってとこでフライボー、フライボーか、フライボーで、それも隣の席だったね。あ、そうだ一緒にあいあい傘しちゃったし、借りたんよ、しおりがね、あの傘をね忘れたけんね、みおちゃんがね、刺してくれた。そっち一緒に入ろうって一緒に入ろう。はぁ、こんばんは。父さん、こんばん、こんばん。今日ね、あのもらったね、あのカシューナッツとベリーの乾燥したやつみたいなのが混ざってるやつ食べたよ、行きながら美味しかった。夏メロ燃え上がれ愛のレジスタンス、合ってますかこれ。わかんない、これわかんない、多分。なんで落ちるかわかんないんだと思う。ジェネレーションギャップだよ何歳だろう、何歳なんだろう、わかんないや。若いよね。歌自体はわかるけど全然詳しくない、うん、そうそうそう。ヤバ部屋はどこですか。ヤバ部屋ふみじゃないそう、どうやって配信してるんですかね。確かにテープ、テープってなんだろうねなんかさっきあの名古屋組の LINE があるんですけど、いつも遠征のたびにグループ LINE ができるんだけど、ふみがなんかテープ誰か持ってませんか何すんのみたいな、配信テープって何と思って。どうやって配信なんかしそう。でもテープでも人形作って一緒に配信するみたいな。ホームアローンってこと。うん、ホームアローン、やっちゃんだよ。やっほ、楽しみだね、一緒に楽しもうね。そうなんだよ、すごいよ。今回は3日間ずっと、ずっとっていうか夜、そうそうそう、3日連続でオンラインやるから、ベース空いてんの。空いてんの、空いてんの。来週大阪に来るって聞いたんですけど、楽しみです。そうなんよ、会える、もしかして初めましてできる。ああ、しょうちゃん惜しい。ねえ、時間万歳。ちなみに俺の世代でもないぞ。え、そうだよねそうだよね。さっき仕事はってちょっとしたからお疲れ。ムロさんこんばんざい、いのちこんばんざい、こんばんざい、こでもこんばん、あ、こんばん。さっき隣いたよね、ラルトス。ラルトスさんこっちに行って、そっちも行って、いっぱいいっぱい旅してる。テープし縛るのかな、一人で一人で一人で早速飛ばさき。そうだよ、あ、こっちから。もれなちゃん、あ、なんだっけあれ、私たちれなちゃん、ニコニコ美味しかった。いのち名古屋いるんだっけ。あ、ふみちゃん紙コップにみんなの絵描いてただそうです。どうすんのかな、それで。さっきその後はコンビニで紙コップ買ってるの見た。買ってる な何すんのかな一人でお茶いっぱい飲むのかな。いつも紙コップ使わないから、何すん、なんかすんだろうと思ったけど。そういうことか。じゃあ私たちがいるんだ、ふみさんの部屋にいつもね、一人ね、誰かがね、一人部屋になる。そうなんです。一人部屋になったことない今まで。ええー、すごい。もしなったらどうしよう、絶対だな、こんなると思う。寂しい。やだ。きんちゃん、やっほー、今回おすすめはみおとしおりちゃんのペア系が、あ、そうですね、そうですねそうですねそうだよ、そうですね、ごめん、出すねなっちゃった。そう、今二人で一緒にいるのでね。そうよ、ツーショットからねできました。私たちの似ているところは、うん、笑い出したら止まらないところと
急に声がでかくなるところと、確かに急に静かになるところ。うるさい時と静かな時、うん、すごいかも。そう、バランスいいよね。でも確かにたくさん食べてブクブク太ってね。さっきいっぱい食べてきたよ。美味しかった。焼きそばもね食べてね。なんか居酒屋さんとお腹いっぱいになんないで、なんかちょびちょび食べるから、うんうん、とかね。焼きそばを注文した。塩焼きそば。しょうちゃんとみおちゃんでもわからないって二人より、だいぶ若い私はそれは聞いたこともないはずだ。星空のダダダダダダダ食べたよ。ほー3日間いろいろな配信見れるの。そうだよ、3日間。明日は全員でパジャマで配信して、あさっては全員で私服で、なんか、なんだ、名古屋飯、夜食食べる、見せるみたいな、なんか買ってきて紹介して食べるみたいな感じの配信になります。スペシャル特典どこで注文。スペシャル特典、今日はスペシャル特典はねないですよね。でもあれだよ、いつもみたいな OK だよ。あ、チェキはダメですよね。うん、チェキはダメですね。チェキはダメ。チェキはチェキはダメかもね。あのライブ後の時だったら OK。 そうそうそう、今はね写メ、落書き写メ、写メ、動画、うん、ボイス、うん、囲み、囲みはあれか、全員写メとかはできるけど、そうだね、ツーショットだよね。そう、ツーショットだから囲みじゃないわ、ツーショか。そう、全員写メとかはあり、ギュッとし合った中の2人。そう、サービスエリアにて出入り山崎にて。あのさ、コンビニのさ前で2人で大号泣してんの意味わかんないよね。2人でコンビニで、なんか汚い子、なんかチキ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 チあー、あー、ナシー来た、こんばんは、こんばんは。二人の今のチェキ、チェキ終わる、どうなんだろう、多分ちょっと来ちゃうかもしれない。ツーショットよ、ツーショット、ツーショット落書き写メだったら、ね、落書き写メで二人ともの落書きが欲しかったら普通に2枚2枚で4枚になって、うん、ツーショットでどっちかだけの落書きとかだったら、うん、2枚1枚ってことで3枚になる感じだよ、うん、だよ。こーん、やさくん、こんばんじゃい、こーさん、こんばんは。一人部屋の方が楽じゃない、そもそも俺の性格だと言えたな、大きいところと心とってこと、大きいところと合わない、どこだこれ、ちょっと、大人数が苦手。あ、そういうことか。え、でも別にそれも大人数がすごく大好きというわけじゃないけど、あの、なんていうの、ずっとみんなで一緒にいるというよりはこう集まった集合体みたいな感じ。なんて言ったらいい、トウモロコシみたいな感じだから、私もなしないで。私もしありがとう。メッセージパイはトウモロコシだそうです。そういうことよ。こんばんは。あ、こんばんは。さっきツイッター作ってた。ねえ、嬉しかった。なんで笑っちゃう。窓に影がと思ったら自分が何だった。怖いこと言わんで。お化けだよ。ちなみにあれテレビでね。窓じゃないのよ。そう。怖すぎる。そういうことか。え、そうそうそう、あそこテレビの前でしゅういさんの足が動いてるから、うん、窓の外に影が。そんなほらやばすぎやろ。
さあちゃんもうすぐ出発し、お気をつけてきたよ。大阪でもドビア、わからん。なんかいつもその今日とかはもうあの席じゃないホテルについてみんなでじゃんけんして決めた。そうそう。え、じゃあしろー。そう、グッドパンみたいな感じで1,2,3,4,5 出すな。で、せーのって出したら、うちは今日4だったね。4でしたね。4で一緒になって、そう。で、2人が抜けてみたいな。そう、一緒になったら抜けて決まりで。ババ抜きみたいなもんだよね。そうそうそう、どんどん抜けて最後3人でグッパーみたいな。そうそうそう。感じ。ドキドキする。一番緊張する瞬間ですね、遠征の中で。毎回そう。わかる。でもそう、ドキドキする。だからね、大阪でも一緒なるかもしれないし、一緒じゃないかもしれない。そうそうそう。大阪の何さんって読む？リーさん？リーさんの唐揚げレポ。あ、あれじゃないですか。あの有名な、あ、みんながいつもリリベで食べてる大きい唐揚げ。マーン！食べたい。マーン！怖いんだけど。なに？なんかカタカタしてたわ。カタカタね。ありがとう。いいえ。ぜひ。ぜひ通所頼んでね。キューしてあげるの優しいと思った。なんかね、あのツイートでちょうど見てたからね。はっ！ってデイリーヤマズキで思い出したの。え、怖い怖い。隣誰かですか？待って待って。あのノックの仕方がすごい踏みっぽいんだよね。踏みさんかもしれない。ちょっと待ってよ。あ、これ立って取って。はい、もろこしジャパン。もしかしたら、やっぱりユミだ。来たー。ほら今さ、しおりさ、ノックの仕方が踏みみたい。飛び込んできた。言ったでしょ。今待ってくればよかった。やった。今ね、急に配信したんだけどね、みんな喋んないからこっち来てみたの。喋んないか。あ、このコップが。この子たちが。そう。これはしおりさん。なんでこれ。みおちゃんは。なんでか分かった。これが適当に手前の2つ持ってきちゃって。みおちゃんのこと。みおちゃんでも書いちゃう。みおちゃんのなかった。ふみちゃん来た。かわいい。え、ありがとう。いっぱい楽しむね。っていうね。あ、え、なんかさ、え、ちょっとさ、言いに回りに来たんだけどさ、誰のコラボでも写メ OK して、1個写さないでっていうすごい業務連絡しに来た。あ、いいじゃない。なんか、なんか踏み前かがみたいな言われたから、なんか今それ全部言い回しに、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 いいと思う。ダメだこいつら。え、この二人でもさ、2回ぶりぐらいじゃない？あの、そうだよ。そうです。3、ん？2、うん。1回開けて。2回開けてか。そう。いいな、そっちからじゃパーツ丸見えで。キヤー！キヤー！ねえ、危ない。ふみさん来て、ほら。あ、春団長予約絶対来たからね。必殺腕ばさみ、ね。でも来ないよね、まだね。来てないよ。チェキが欲しいって。あ、チェキ、あ。あ、でも行けるんじゃない？行けますか？あ、ダメだ。だって車に入ってるもん。めっちゃ料理と、そう。もくとさん、こんにちは。ということで、しおちゃん、うさい。ちょっと私。すごい絵面でござる。ここがさ、まあ、下一桁なんだ、多分言っていいから、5じゃん。あ、でもう一個が4じゃん。うん、あ、みこさんって6。でもいつも同じ回じゃなくない？でもふみちゃん、みこさんもこの回じゃん。でもキャッキャしてたら怒られないんじゃない？あっ、やだ。いい。なんかね、あの、ここだけじゃなくても通所とかいいよって。みさん来た。本日曜日、しおりさんがパワーじゃしお勝てないよ。明日早いってこと？明日はね、明日はね、微妙よね、明日の速さ。明日うんこ早いわけじゃないけど、まあ微妙に早いみたいな。そうですね、感じだよね。明日は12時25分。うんうん、デフ。うんうん、会いたいぞ。それな、会える日があったらいいな。文字数制限で分かりにくくて。キヤー！たださんやコンビじゃないよ。ん？終わり？どっち？
どうもどうもどうも。ゆたりです。おほん、うん。キャタ。いやいや。あ、オッケーオッケー。せーの。ゆた。できなさ、できなかった。ブルしちゃった。すごいプルプルが伝わってきたでしょ。プルしてたアンユが。赤ちゃんの燃やしてるみたいな声出して。ヤバトン、ヤバトンね、まだ食べてないけど。そう、今日の晩ご飯、そう、いい質問ですね。何食べて、塩いっぱいとエリンギ、うん、卵、だし巻き漬物と山、あ、マグロ、マグロと、うん、味噌カツ、うん、味噌カツとなんか見たかった。どこ？食べました。なんだっけ、そのお店行ったの、うまいだった。そう、うまかった。たじまやっほー、とありがとうね。今日のさ、遠征の一番最初の集合場所への電車が津田沼行きっていうところで、たじまを思い出した。足腰すごいな、腰痛でその体勢できるのは体幹、ね、最近めっちゃ美味しかったよ、夜ご飯。うん、いっぱい。あとパイナップルジュースがね、美味しかったの。あとお兄さんが頑張ってた。なんかすごい、あの頑張ってるお兄さんが一人いて、あの多分すごい、多分、うん、うちらがつけたあだ名が3日目の3日目、本当にもそんな感じで、商品名もわからないし、あの運び方とかもわかんないし、いろいろなんか頼んでないものたくさんくれる。手羽先20人前ぐらい。すごい可愛かった。可愛かった、お兄さん、いいお店だったよ、ね、可愛かった。頑張ってほしいよね。そう、3年目の人みたいに、ね、なって。もう一人のゆかさん曰く3日目と3年目だった。めっちゃ仕事できるよ、お兄さん。あやめのチキチキさん、あ、見たことあるな。本当によくね、配信してますよ。だからかな、東京でも食えるの。そうだったの。え、でも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 名古屋のお店で食べたからね。じゃあ、そういうことだね。おもろかわいい。8時集合とか8時集合とか7時集合、たまに遠征の時に、そうそう、私だから前回始発でも間に合いませんって、うん、始発ですがちょっと遅刻します。今日でも誰よりもマリアさんが、ミオちゃんと同じ部屋がいい。こんばんは。コロナ大丈夫になったら僕にもギューってしてください。コロナ関係ない。しかもそれギューってするときギューって言いながらするから、ギューってそうギューってやるから、うん、笑ったら止まらないコンビ。そうなんだよね。お茶の、お茶飲まなきゃ。お茶前に同じお部屋になって、その時同じお部屋でしおりさんが個人配信してたのとかそこだなと思ってたら、もうすごいってガブ飲みで笑いが止まらなくなっちゃって、しかも飲みながらこっち見てたの。すごい面白かった。懐かしい。さんのサービスがすごかった。明日の夜その店行ってみたら、ゆたりやつの前に腹筋大丈夫。そうなんだよね、プル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 。なんかね、居酒屋みたいなお店だったよ。博士タイムは、あ、みんなにはお見せしないわよ、こっちの話。え、それ言い方いいね、こっちの話って。そう、言い方めっちゃいい。なるさんこんばんは。アリアさん。アリアさんって誰？ベッドなんだけど、今さ、あの、め、うん、むって言った。みおちゃんとさ、ベッドにいるんだけど。もーちゃんですか？もーちゃん。みんな、なんでさ、アリアさんとか言ってた。誰？え、マリアさんのこと。アリアさんじゃない。もうめちゃくちゃ名前か違うやんって。あ、ジャガポックル。なんかあの名古屋屋さん、ジャガポッチリがあのお留守番するのかわいそうだったから枕に寝かしてあげたの。お留守番してくれたよ。最近に縁がありますね。なんでだろうね。ねえと思った。でも津田沼に降りたことないかも。名古屋無事無事お疲れ。そうだ、しおりさんと一緒の時だ、前回停電騒ぎ。髪の毛についてのノウハウをしおりにこう語ってくれてる時に停電だったからね。ちょうどみんなに見せられちゃった。お宅帰宅、ちゃみおと同室だ。そうだよ、名古屋楽しんでね、牛舎で。同じ部屋の
でも前回は1つのベッドだったけど、今回は2つのベッドだね。そうなんですよね。牛で1人寝るよ、こっちで2つあるんです。タジオは僕が牛ってダメだよ。あ、 TOMO こんばんは、こんばんは。 O だけでかい。そうそう、今回はマイリアちゃん、あ、トモさんなの。見ていくと見て、おばあちゃんのお茶。もうちょっとで10時だ。ちょっとじゃあね、ここら辺でね。あ、そっか。私のこちらのルームはね、うん、ぜひぜひこのままもう引き続きこの2人で配信していくんで、ぜひ見に来てください。ヨナナルームの皆さんありがとうございました。布団の奪い合いできない。そう、前回からは大丈夫みたいだ。では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 、こちらのルームありがとうございました。バイビー。